今日 JAXA は去年種子島宇宙センターから打ち上げられ今月20日月への着陸を成功させた無人探査機スリムが狙った地点から誤差100メートル以内のピンポイント着陸に成功したと発表しました。そして新たに公開された月からの画像、担当者が腰を抜かしたと感慨深く語りました。去年9月種子島宇宙センターから打ち上げられた H2A ロケット47号機に搭載された無人探査機スリム、今月20日未明、日本初、世界で5カ国目となる月への着陸を成功させました。スリムはこれまで各国が成功させてきた月着陸が狙った地点から誤差数キロから数十キロだったのに対し、誤差100メートル以内を目指していましたが、 JAXA は今日会見でこのピンポイント着陸に成功したと発表しました。担当者は高度50メートル付近までは誤差たった3メートルのほぼ完璧な状態だったとした上で、その後2つのエンジンのうち1つが何らかの理由で脱落したために横方向の推力が生まれ、結果として狙った地点からおよそ55メートル離れた地点に着陸したということです。スリムの着陸直前に分離されたロボットレブ2が撮影した実際の画像です。すごいですよね。その画角としても自分たちの作ったものが本当に月面に行ってそのスナップショットを隣にいる空球が撮ってくれたんだと思うとですね、あの絵を見た瞬間私は腰が抜けそうになったんですけれども、そのぐらいのインパクトを私は受けました。スリムは着陸の姿勢が想定と異なったため太陽光パネルが太陽の方向を向いておらず、現在は発電できない状態ですが、内蔵バッテリーで稼働した短時間の間に月の表面を観測できたということです。今後太陽の当たり方次第では発電が始まる可能性もあり、復旧に向けて準備を進めています。よくあの形でとどまってくれたなというところも正直思うところがありまして、例えば太陽電池の面が完全に地面の方を向いてしまっていれば太陽が当たる可能性というのはほとんどなくなってしまいますので、今まで誰もできなかったようなことを実現をして、降りられるところに降りるのではなくて、降りたいところに降りることができるんだということを実証したんだと思っています。ですからいろいろな意味で新しい扉が開いて、今後これまでできなかったようなミッションができるようになるんじゃないかと、そこが一番の意義なんではないかというふうに思っているところです。はい、着陸直後の会見に比べると担当者の表情も晴れやかな感じがしましたね。そうですね、もう本当にものすごいことをしてのけましたね。そうですね。